どうもです。この度は、うちの、 高井取締役の趣味のエースファクトリーベースボールエンタメチャンネルの登録者数と再生回数のために本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、圭太君と野球のユニフォームでなんかこう対戦するよりは違うことでこれから一緒になりながら違うことで戦っていきたいなと思ってるんで、まあ、今日は今日で楽しみたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。出てくるなよ。ありがとうございます。はい。まあちょっと今日は真剣勝負で、はい、行きたいと思います。はい。まあ野球スポーツですけど、スポーツもビジネスにつながったりね、この真剣で全力で諦めない姿勢っていうのはビジネスにもつながると思うんで、ちょっと僕らも真剣に、相手めちゃめちゃ強いんで、はい、真剣に勝ちに行きたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あー、よろしくお願いします。高校野球で横浜高校で、甲子園2回出場してます。で夏はベスト8まで行きまして、まあ、同い年で近藤と大坂とやってました。今日は頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よっしゃ、気合入ってます。お願いします。辻です。よろしくお願いします。中川とも聞いています。ケイさんの会社で保険会社が務めてます。よろしくお願いします。お願いします。野球されてました。はい、中学校まで。はい。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。ありがとうございます。シェイ。よっしゃ、ごいですよ。よし。一言いいですかね。はい。辻。練習試合です。まあ、スポーツでも経営でも最後まで諦めないこと、それから全力でやるとか、まあ、できると思うので、まあ、相手に失礼なので、はい、全力でやるからには、まあ、全国に出てるチームですけど勝ちに行きました、はいはいはい。まあ、僕らが勝てば代わりに俺らが全国大会に行くよっしゃ、しっかりと勝ちに行きましょう、はい、よっしゃ、よいしょ、はい。じゃあ、ケールできよありがとうございました。いや、ありがとうございました。ちょっともう次ね、全国大会にほぼ確定ですよね。はい、行きます、出ていきます、はい、はい、行っていただく、エースファクトリーさんとね、はい、こうやって練習試合全力でね、真剣勝負でやらせていただきました。はい、ただ、もっとプロが4人ぐらいいたんで、はい、今思ったら勝てるわけないっていう。でも、ケイタ君にきっちり三振してたのも、そうですね、はい、はい、僕が最後まで投げれば分からなかったんで、そういうことです、はい、そういうことですね、はい、それはやっぱり本気で野球やってる僕らを最後立ててもらって、はい、途中で下がったっていうところで、はい、はい、今日のところはこれぐらいで、はい、引き下がりました。でも、
当に勉強になりました。あのビジネスにもつながるあの全力で、はいはい、僕もユニフォーム真っ黒経験なんで、はい、本当にありがとうございます、はい、今後ともよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はいはい、すいません、はい、じゃあ今日はそんな感じでありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい、終わりました。はい、結果は完敗です。はい、元プロ4人ぐらいいたらしいよ。聞いた？元プロ4人おったらしい。勝てるわけがないよいやいや、でも本当にすごかったな。はい、でもまあスポーツを通してこうやって全力でね、最後企業さんのメンバーもヘッドスライディングしてたもんね。あれぐらいね、やっぱ全力で。あの子も横浜高校やけど仕事もめっちゃ頑張ってんね、自分でな。だからこの仕事全力な人はやっぱスポーツやっても全力よね。なんか最後まで諦めへんっていうかさ、すごい熱くなるね、やっぱり。まあでも企業さんの野球部もまだまだ募集してますんで、今で40何人かな。で今日はちょっと関西のメンバーのみでやったけど、関東はちょっと甲子園で優勝したことかね。はい、そう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 、まあそれは言い訳やから言えへんけどでもまあ向こうもフルメンじゃないと思うからだからまあ今度はね、ぜひね、京セラドームとか東京ドームぐらいでね、フルで。では今後試合出ていきますんで、ユニフォームをしっかり作ってね、試合出たいと思うんで、はい、こういうのをたまにね載せていって面白いよね。え、これでも動画出るよね、はい、試合内容もちょっと出るよね。だからまあ、はい、全部は2時間ぐらいやったから切り取りで、はい、うん、俺のええとことかでも俺上手くなかった。いや、めっちゃ上手かった。ほんまかい、はい、ピッチャーすごい。あ、よかった、はい、そうやね。まあだから何事も全力で生きるって楽しいなって思いました。はい、まあ勝ち負けもねこうやって大事ですけど、なんか全力で取り組むってことが今日はすごい勉強になったし、改めてなんか気持ちいいね。ね、ね、すごい楽しかったです。はい、またではちょこちょここういうのもね、スポーツもねやっていきたいと思うんで、スポーツでビジネスつながるから絶対。スポーツとビジネス、スポーツやってん、はい、なあ比例するよな、はい、絶対な、はい、うん、スポーツ全力な人は経営も全力やし、経営全力な人はスポーツも全力やな、はい、ね、素晴らしいよね、はい、だから本当にエースファクトリーさんやっぱ全国に出るぐらいのチームやし、でまたねビジネスもすごい会社やから、あやつさん率いるね、あすごい会社やからね、すごい野球もやっぱ上手やなって、全力やなって、本当になんか手を抜かずすごいなって改めて感じました。だからすごい楽しかったです今日は、ね、はい、あとはまあエースファクトリーさんの方でね、YouTube でも僕らの試合の流れがね乗るってことなんで、ぜひ皆さんチェックしてください、はい、エースファクトリーで皆さん出てくるんで、また概要欄に貼っときますんで、はい、そちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、では今日はそんな感じで以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ドロ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。